HADO AR VR。 さあ、まず1枚シールが貼ってきましたが、これは意外とやはりシールですね。お互いちょっとね、戦い方が決まってきたようですね。シールドプレイヤーを1人ずつ作って、その後ろで外に出ていくのが高い。シールドはエナジーボールを当てたら破壊することができます。さあ、試合が始まって何分くらい経過。レッドサイドが1ポイント、ブルーサイドが2ポイント。ここでレッドサイドを追いつきました。しかし、ね、ライフが少ないプレイヤーがいまして、3人で1人狙ったり、自分を、ね、見てない相手を斜めから狙っていけると相手にとっては、ね、避けるのが難しくなってくると思います。さあ、お互い譲らない展開のまま時間も迫ってまいりました。まもなくラストスパート。ここでレッドサイドが1点リード。残り時間が20秒です。最後仕上げていきましょう。さあ、4対4の同点、どちらも1点で譲らない。次の1点結構怪しくなってきますよ。さあ、いけるか。5秒前、3、2、1、終了。おっと、ここでドローですね。延長戦に突入します。最後の1秒でブルーサイドが追いついてきました。先に1点取った方が勝利のサドンデスマッチ。それでは参りましょう。ロバータイマッチスタートです。さあ、シールド貼る前にやられないように何周。さあ、先に1点決めたのはレッドサイド。6対5、1点差でレッドサイドの勝利です。おめでとうございます。いいですね。それでは次の試合参りましょう。さあ、続いてのキリオン 3KC です。